バローズとデビット・ウッタード、1997年頃、ウィリアム・シュワード・バローズ2世は、アメリカ合衆国の LGBT の小説家。1950年代のビート・ジェネレーションを代表する、作家の一人。1960年代に、J.G. バラードらによって、ニューウェーブ SF の輝く星として称えられた。その後も、パフォーマンスアーティストのローリー・アンダーソンや、 ロックミュージシャンのカート・コバーンらによって最大級の賛辞を受けている。私生活では、ウィリアム・テル国交して、誤って妻のジョーンを射殺するなどの事件を起こしている。1914年、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイスに生まれる。ニューヨーク州生まれの祖父、ウィリアム・シュワード・バローズ・一世は、非入力式歯車式加算機を安定駆動する油圧装置を発明した。 発明家でバロース家産記者を設立したことで知られる。しかし彼は43歳で創生し、残された息子たちは遺産管理人のアドバイスに従い、相続した株式や特許のすべてを売却してしまう。そのためその後のバロース社の株価行動の恩恵によくすことはなかった。とはいえ女中を雇えるほどの裕福さは続いた。バローズの父モーティマーは、 ガラス工場を経営する中小企業を主だった。その息子であるバローズはアメリカ中西部で退屈な少年時代を送った。高校時代は魚釣り、狩猟、ハイキングを好み、そして何よりも本をよく読んだ。学校には全くなじめず、唯一の友人との友情もいたずらまがいの悪事が露呈したことによって破綻してしまう。その後は名門である ハーバード大学に入学する。英文学を専攻し、T.S. エリオットを研究した。もっとも、英文学を専攻したのは、単にそれ以外に興味を持てる学科がなかったからというだけの消極的理由によるものだった。また、学業にあまり熱心でなかったバローズが、ハーバード大学に入学したのは、母親、ローラの期待に応えるためとも言われる。1936年に、いく、 まずい成績で大学を卒業してから、毎月受け取ることになった、新宅財産のおかげで、バローズ自身、当初は働く必要は何もなかったと明言している。しかし徐々にかさむ、麻薬代を苦面するために、初めて働く必要に迫られた。当時は、世界恐慌の真っただ中で、ハーバード大卒という華々しい学歴も役に立つ、ことがなかったこともあり。 第一次世界大戦の傷跡が未だ色濃く残る、ヨーロッパへと旅行に出かける。旅先では、ビーンの医学校に入学した。そこで知り合った、ユダヤ人女性、イルゼ・クラッパーとの偽装結婚によって、彼女のアメリカへの国外逃亡の手助けをしている。時世は徐々に、しかし確実に二度目の世界大戦へと向かいつつあり、ナチスと、 その反ユダヤ主義の不穏な影が急速な広がりとともに迫ってきていたまさにその当時であった。ウィーンはもはやすでにユダヤ人にとって安全な場所ではなくなっており、事実オーストリアはこの翌年ナチスによってドイツに併合されることになる。理由はともかくバローズも肝心の医学校には結局6ヶ月間しか通うことがなかった。 しかしながら、医学への興味と関心は失われることがなく、生涯にわたる趣味として学び続けた。また、ウィーンの医学校での出会いから始まったイルゼとの友情はその後も長年にわたり続くことになる。帰国後は、シカゴでアルフレッドコージブスキーの一般意味論のセミナーを受講し、また柔術を学んでもいたという。ついで、コロンビア大学大学院で、 心理学と人類学の講義を2年間受け、そのまま母校のハーバード大学大学院で人類学の講義をさらに2年間受けた。またこの間に3年ほど真剣に精神分析治療を受け、最終的に彼は抑圧と不安から解放され、自分で自分が生きたいように生きられるようになることに成功する。ちなみにこの治療に当たった精神分析医は、 最後までバローズの性的思向を必要に問題視し、治療の試みを諦めることがなかったが、バローズはそれを意に介することなく、治療を終えた。その後は住む場所を転々としながら、仕送りに頼りながら生活する。ニューヨークに住んでいた時に、ビート世代の詩人アレン・ギンズバーグや、作家ジャック・キル・ワックラと知り合うことになる。1949年から、 メキシコシティに住み、1953年にデビュー作、ジャンキーを発表する。しかしながら、アメリカの文学界における反響は皆無で、一時は作家として生きていくことを諦めた。1953年、モロッコのタンジールに移住し、同時に15年以上浸ったドラッグと決別する姿勢を見せ始める。1959年、 ギンズバーグラの熱心な勧めと手助けにより、書き留めた文章をもとに構成した小説、裸のランチを発表する。その内容は猥褻なものであり、アメリカ政府から発禁処分を受ける羽目になる。しかしこのことがかえって話題となり、実験小説のオスとして祭り上げられた。一度はドラッグから完全に足を洗っていたバローズだが、 65歳になって、再びヘロイニー依存症に陥ってしまう。このため、1997年に83歳で、亡くなった時にはメッサドンによる維持療法を受けていた。文章をバラバラに刻んでランダムにつなげる、カットアップという実験的な手法の発明者であり、この手法を駆使した作品を何作か発表しているが、1980年代に入ってからは、 ストーリー性を重視したスタイルに移行している。裸のランチは1992年にカナダの映画監督デビット・クローネンバーグにより映画化された。ただ作品は原作を忠実になぞったような性格のものではなくあくまでバローズの作品をもとにクローネンバーグによって新たに再構成されたオリジナル作品というべき内容になっている。晩年のバローズは 新格化,化され、多数の映画に、仮面を出演した。作品の翻訳は、相川忍、諏訪優、飯田孝明、山形博夫、八木下喜一郎らによって行われている。また、近年、演出家、劇作家の夏井孝弘が、裸のランチを演出するなど、若い世代のアーティストにも影響を与え続けている。ありがとうございます。